はい。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね。まあ、技術的なことじゃなくて、漁師ベンチャーに、そのものについてなんですけど、うちの会社は多分日本で、多分というか、日本で一番最初の漁師ベンチャーで、まあ、2014年から、まあ、会社自体は2008年なんですけど、漁師開始したのは2014年なんで、まあ、10年やってるんですよね。 で、なんか最初に d m と結構早めに契約したり、日本で最初の IBM の,のベンチャーパートナーになったり、まあ結構いろいろ NVIDIA とか Amazon とかいろいろやって、もう10年経ったんですけど、まあちょっと今一区切りっていう感じですね。で、まあ10年やったんで、まあちょっと満足したとも結構あって、まあその業界すごい、 いろいろ変わってったんで、まあその流れにうまく乗っかれたのかなってちょっと思います。で、10年ってちょっと長いのか短いのかちょっとよくわかんないですけど、まあ10年間かけたくないっていう人も結構いると思うんですよね。10年間変わると、まあ結構仕事内容とか人生も変わると思うんで、や、まあ、めるって人もいますし、ただ重要なのはその、 まあ結果を出すっていうタイミングがいつかっていうことですよね。ベンチャーの場合には。で、その結果を出すタイミングに、まあ結構そこまで粘れるかっていうのは結構重要で、まあほとんどの人は、まあ残れないですよね。まあその NVIDIA の株をそのとかビットコインを初期から持ってて、まあきちっと利益確定できる人っていうのはそんなにないんで、まあその累を曲折あって、まあそういった あのー、まあ、忍耐なんですよね。<laughs> なので、結構技術とか、あの、あんま関係なくて、技術だけで行くと、例えば NVIDIA なんて途中くつぶれ育ってるぐらい低迷してたんで、まあ、そんな時に技術中止の人はもう NVIDIA なんてしょうもないみたいな感じで、多分その、より流行ってる方に行くと思うんですけど、まあ、結果としてこう NVIDIA が上がってきてるっていうのは、結構コツコツ、そこに、 とどまってた人っていうことになると思います。で、未来って読めないんで、そのとどまれるかとどまれないかって結構難しいんですけど、まあ自分の中で、まあうまくいくっていう確信があって、それに準じてずっとコツコツやってれば、まあうまくいくと思うんですよね。で、まあ結構成功する企業っていうか、うちの会社見てても、まあ成功する人材と成功しない人材っていうのは結構いるんですけど、 まず一つですね、技術偏調型はまあ良くないですね。だって技術っていうのは一番、まあ、一番大事ではあるんですけど、コミュニケーションあっての技術なんで、その技術をその求めるっていうところをまあ結構勘違いしてる人というか、まあ、勘違いっていうわけじゃないですけど、ベンチャーに合わないっていう人がまあ結構多いと思います。 で、逆にベンチャーに合わない場合にはどこに行けばいいかっうと、やっぱ大手企業とかだったら、まあもしかしたら、まあ行けるのかも、まあ行けないんでしょうけどね、多分 <laughs>、うん。まあなんかその、結局コミュニケーション重要なんで、あの、まあそれは重要かなと思います。あと、そのスキルに関してなんですけど、まあその世の中、 まあ、ものすごい人たちがいっぱいいる業界なんで、量子コンピューター業界っていうのは、まあ、スター選手揃いなんですよね。なので、まあ、野球みたいな感じで、大谷がいたりとか、ジャッジがいたりとか、まあ、そのサッカーでいたら久保君がいたり、うん、あの、すごい領域なんで、その中でやっていくってなると、まあ、もちろん自信があるっていうのは重要だと思うんですけど、まあ、ほとんどの人は通用してないですね。 で、通用してないとどうなるかっていうと、ここまたコミュニケーションになるんですけど、まあ、そんなはずないって自分の中でやっぱ決めちゃっていて、まあ、それによってそういった人たちに、ま、全く、こう、なんつうんすかね、まあ、の弱っぽくなっちゃうっていうのは多いですよね。特に、まあ、あの、成功体験のある人ほど、他人の成功体験が許せないっていう人は結構多くて、 まあそこはちょっと難しいんじゃないかなっていう、こう自分の役割をきちっと作っていかないと、自分が実力があるって言っちゃうと、まあ明らかに他の人の実力あるし、実力ある人って勝手に伸びていくんで、まあその中でやっぱそのコミュニケーションとかきちっと取っていくっていうのがあって、そのコミュニケーションズルだと思ってる人って結構多くて、それはそうではなくて、 実力がある人ほどコミュニケーションが上手いっていう。実力がない人ほど、あの、コミュニケーションが下手で、その、タコツボにはまってっちゃう。で、まあ、コミュニケーションっていうのは別にそのなんかズルしてるスキルではなくて、あのー、まあ、そのスキルがある人の手段の一つに過ぎないっていう感じですね。なので、あの、コミュニケーションと実力のスキルを両方使いこなして同時にやる人と、 コミュニケーションを捨ててスキル一辺倒だけど追いつかないっていう人は、まあそれはもうしょうがないですね。なので片方しかやってないのに、つまりできる人は両方やってんのに片方しかやらなくて追いつかないって言っても、それは追いつかないですね。車輪一個では進まないんで。なので、かつだからそのきちっと、その、まあ言われてみたか、結局実力が足りないから全部の時間をスキルに当てようとするんですよね。なので、 100点満点取りたいっていう場合に5時間勉強しなきゃいけないと思ってるで自分の実力だと5時間全部使おうとするんですけどまあできる人はまあちょっと2時間勉強したらできちゃう残り3時間をスキルコミュニケーションにできても同じ点数になっちゃうんででもそれはしょうがないですよねなのでその自分が与えられた役割は自分が向いているところもしくはそういった人たちと あの、勝負しないっていうところも重要なんで、で、イコになってそこで勝負しようとすると、どん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 負債が溜まってっちゃうんで、まあちょっとどっかのタイミングで、あの、行き詰まっちゃうんですね。まあそういった人って、量子業界もの,ものすごい多くて、まあその、とんでもない海外のすごい人たちと、まあ互角に渡り合えないっていうか、その元々の、あれ環境や実用がちょっと違うのに、全、全、 全部ついぎ込んでいこうとすると、まあ、ちょっとたま足りないっていう。それは社内でも同じで、まあ、うちの会社も結構全世界から優秀な人たち集まってくるし、最近はどん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 若返ってるんで、まあ、20代の元気な人たちと、まあ、いくらでも働けるっすよね。あの、働きたいっていう人たちと、その自分の実力を限られた時間と、 あの能力の中でコミュニケーションを取らずに全部やりたいっていう人は、ま、それも勝てないですよねああ。無理、無理っす僕も。<laughs> なので、ま、そういった観点で、ま、本質的にこうスポーツとか一緒で、こう自分自身のメンタルを鍛えていかないと、ま、なかなか厳しいっていうところが、まあ、あると思います。で、かといって同じメンタルの人たちが、ま、その集まってるだけでチームが成立するかっていうと、ま、ちょっと多様性とか役割っていうところもあるんで、 まあそのチームの中で自分の役割を、まああの持ちながら、まあ忍耐で耐えながら、まあ勝っていくっていうのは重要ですね。あともう一個重要なのがその周りの環境が変わるっていうことで、まあ量子コンピュータ業界2014年に参入した時ってまだ DAV すらそんなに有名ではなくて、まあ結構ちっちゃい会社だったんですけど、そこからだんだん IBM とか Google とか出てきて、とかっていうふうにして、どん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 スプレイヤーが変わってくるんですね。ルールが変わってくるんで、 その一定の自分側の能力をずっと同じルールに適用してると、まあ、まず勝てないんですよ。なので、その、F1 タワーもそうですけど、レギュレーション変わっていくと思うんで、どんどんレギュレーションに合わせて自分自身を変えていかなきゃいけないと思うんで、スキルを磨いて、じゃあ到達しました。じゃあ5時間かけたから100点取れになった。でも、次の日からテスト変わっちゃって、範囲変わっちゃうんから1から勉強しなきゃいけない。また5時間は勉強しなきゃいけない。っていう風うになった時に、多分前の5時間を捨てらんない人がすごい多いですよね。 でも、まあ、世界見てると、この5時間かけた5時間を、何の躊躇もなく捨てて、次にパッと行ける人がたくさんいるんで、まあ、そういったところも、まあ、メンタルですよね。だから、なかなか前にこだわっちゃって、前に進めないっていう人は、ものすごい多いんですけど、まあ、それは、まあ、その、完全に、それも実力不足だと思うんで、まあ、捨てられるようにメンタル、メンタル面の話なんで、あの、 ま、そこは捨ててもらうしかないっていう感じですね。っていうふうに、あと、まあ、ちょっと、ベンチャー企業に向いてない人って、一つ心配性な人は絶対やめた方がいいですね。なので、まあ、会社がいきなり潰れたりとか、あの、環境も変わるし、後ろ盾もないですし、あの、投資側も当たればいいけど当たんないと思って投資してるんで、でほとんどはベンチャーってまあ90%から95%潰れるって言われてるぐらいなんで、あの、基本失敗します。なので、 失敗するベースなのに、その心配事が多いと、まあ失敗、絶対、ほぼ絶対失敗するんで。<laughs> なので、あの、針の穴を通すようなことをしなきゃいけないんで、心配症の人でちょっと外れたから心配してとかってなった場合には絶対向いてないんで、まあそれはもうそれも寝てもメンタルをちょっと変えていかなきゃいけないっていう感じですね。 で誰も守ってくんないけど、その、今の現代社会で結構守られた環境でやってるんで、で、ベンチャー来たら、まあちょっと守ってくんないからっていう言うけど、まあそんな知らねえよって話になって、<laughs> 勝手にしろって話だから、まあそれはちょっと、海外とか含めて、日本って平和なんですけど、別に全世界、量子コンピューターで全世界対決しなきゃいけないんで、まあその守ってくれって言われても守る人いないですからね、誰も。<laughs> なので、まあそういった点で言うと、まあちょっと、 心配症だったり、まあ、守られた環境のが欲しいっていう人は、まあ、絶対向いてないですね。うちの会社は全然、まあ、全く守んないんで、あの、好き勝手やっていい代わりに、まあ、一切何の保証もしないですから。<laughs> ま、そういった点で言うと、まあ、ちょっと、その、そういった組織がいい場合には、まあ、ベンチャー企業の中でもそういった風潮を持ってる組織を探すとかっていう感じですね。ただ、ま、ベンチャーの会社はやっぱ襲撃がきついと思うんで、 まあ、その、収益取れなかったら会社自体潰れちゃいますし、まあ、ほとんどの会社が潰れるんで、まあそこは、まあちょっと、その、ちゃんと考えた方がいいですね。流行りであったとしても。自分の実力があるからって伸び、伸びるわけじゃなくて、とではコミュニケーション大事なんで,で、コミュニケーションだけあってスキルないと、まあそれはそれでダメなんで、会社潰れちゃうんで、あの、必ずスキルとコミュニケーションの両方を、 まあバランスよくですね、1対1でやるっていうのはまあ重要ですね。その1対1を守るっていうのは難しいんですけど、それを守んなきゃいけないっていうのがまあ結構、その安定して動かすっていうところの、まあちょっと矛盾してるところなんですけど、まあ難しいところだと思います、ね。で、今ベンチャー5個作ってるんで、まあこの5個はこれまで10年やってきたり、まあ会社やってから16年なんで、 まあ16年会社やってベンチャーや、10年やって、で調達してから6年ですかね。5年ぐらいだと思うんで、なんか一通り経験したんですよね。会社作って16年。で、量子協会参入して10年。そして資金調達してから5年。なので、まあ一通りの手はずはちょっと覚えたんで、<laughs> なんかこう新しくベンチャーを、まあ、やってみたいっていう人働いてみたいっていう人は、 まあちょっとあんまり、あのー、おすすめられる業界ではないというか、あのー、なんですけど、まあちょっとチャレンジしたい人はぜひチャレンジしてみてください。はい。まあ今回ちょっとそのベンチャーで成功するためには、まあなかなか大変なんだよっていう話をちょっとしました。はい。じゃあ今回は以上です。